ガーディアンズ・カブス、12日、クリーブランド、カブス、今永翔太投手が先発し、5回7安打7失点、自責点3、で降板した。今永は立ち上がりからフォーシームとスプリットを肯定に投げ分けて翻弄。3回2試で初安打を浴びるまで一人の走者も出さない完璧に近い立ち上がりだった。 しかり3対0で迎えた4回は先頭に支給1死後に味方の3ゴロ失策で1、2塁とされると2死後にネイラーの右前敵地打で1点を返された。続くノエルには左翼ポールのわずかに内側を通過する逆転スリーランを被弾バウンドで悔しそうな表情を浮かべた。5回も一死から左前打を許すと、続くクワンに右越えツーランを被弾 この回はさらに1点を追加され、3対7とリードを広げられた。チームが4連勝で迎えた一戦。今永は試合前まで9勝2敗で、昨年の地がメッツに続く日本選手9人目のメジャー1年目での2桁10勝目がかかっていた。